今月に入り、姫路市で車道を蛇行しながら走る危険な自転車の目撃例が相次いでいて、警察は妨害運転の疑いも視野に調べています。右折をしようと一時停止している車、その右側を自転車が猛スピードですり抜け、対向車線の車に接近しながら右折していきます。また対向車の間を縫うように蛇行しながら走る姿も。これは今月20日に姫路市内を走行していた車のドライブレコーダーの映像です。姫路市内では今月に入り、車線をまたぐように蛇行したり逆走したりする危険な走行をする自転車が相次いで目撃されています。2週間ほど前、自転車に乗った男はこちらの車線を蛇行しながら逆走していったということです。北行きの車線を南に逆走しながら、蛇行しながら走ってるのを最初見て、びっくりした感じですね。危ないなと思って。事故にもつながりかねない自転車の危険な運転。去年改正された道路交通法で創設された妨害運転罪は、自転車による煽り運転にも適用されます。今回目撃された自転車に関する情報は兵庫県警にも寄せられているということで、妨害運転の疑いも視野に調べています。